ドミトリー・ブラジーミロビチ・ソロビエフは、ロシア、モスクワ出身の男子フィギュアスケート選手。性の読みはロシア語で、ソロビオオフに近い。2014年ソチオリンピック団体戦金メダリスト。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスロシア代表。2013年世界選手権3位。2013年欧州選手権優勝。パートナーは、エカテリーナ・ボブロワ。 ロシアのモスクワに生まれた。2000年より、エカテリーナ・ボブロワとカップルを結成。2005から2006シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦を果たした。2006から2007シーズン、ジュニアグランプリシリーズの2大会で、連続優勝を飾り、2度目の進出となった。ジュニアグランプリファイナルでは3位となったものの、世界ジュニア選手権では、初出場ながら、 優勝を果たした。2007から2008シーズンよりシニアに移行し、ISU グランプリシリーズ初戦のスケートカナダでは5位。地元、ロシアで開催された次戦のロシア杯では4位となり、メダル獲得はならなかった。ロシア選手権では初表彰台の3位。初出場となった世界選手権では13位。2010年にはバンクーバーオリンピックに出場。 世界選手権では総合8位。2010から2011シーズン中国杯でシニアのグランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。続くロステレコム杯では優勝を果たした。ロシア選手権でも初の優勝を果たし、2度目の欧州選手権では銀メダルを獲得した。世界選手権では前年より順位を上げ、6位に入った。 2011から2012シーズン、中国杯で優勝。続く、ロステレコム杯では3位に入り、2年連続で、グランプリファイナルに出場を果たしたが、昨年より順位を下げ6位に終わった。ロシア選手権では2連覇を果たした。3度目の欧州選手権では SD で首位に立ったが、FD では順位を下げ2年連続の銀メダルを獲得。世界選手権では SD で、 ボブロワが点灯し9位と出遅れたが、FD はミスなく滑り切り、総合7位。4月にコーチをアレクサンドル・ズーリンに変更した。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2戦0連続で3位。ソチで行われたグランプリファイナルでは、FD の終盤で点灯し5位。欧州選手権は初優勝、世界選手権では3位に入り、 4年ぶりに、ロシアからのメダリストとなった。2013から2014シーズン、グランプリシリーズでは、ロステレコムハイで優勝。グランプリファイナルでは SD で3位となるも、FD で、ボブソロの靴につまずき転倒し4位でメダルを逃した。ロシア選手権は4連覇。欧州選手権は、オリンピックの準備のために欠場した。オリンピックの団体戦では SD に、 出場資金メダルを獲得。世界選手権は公式練習中に素形部を負傷したために出場前に棄権した。2014から2015シーズン、ハンツキータの手術の影響でグランプリシリーズは欠場。11月中旬にはスケート靴の入ったバッグを車中から盗難されるトラブルに見舞われたが、12月の初旬には本人のもとへ返却された。 ロシア選手権は怪我からの回復が完全ではないために欠場を発表した。2月にはシーズンすべての試合を欠場することを発表した。2015から2016シーズン復帰戦のスケートカナダでは銅メダルを獲得。NHK 杯では銀メダルを獲得しグランプリファイナルに進出。ファイナルでは5位だった。ロシア選手権では 最多5度目の優勝を果たした。3月7日、欧州選手権のドーピング検査により、ボブロワから、禁止薬物のメルドニウムが検出された。3月8日、ISU より、出場停止処分を受け、出場を予定していた、世界選手権を欠場する。2016から2017シーズン、ロステレコムハイで優勝。グランプリファイナルでは4位。 ロシア選手権では最多優勝記録を6に伸ばした。欧州選手権では2年連続で3位。4年ぶりの出場となった世界選手権では5位。2017から2018シーズン、ロシア選手権で3年連続最多7度目の優勝を果たした。欧州選手権では前年より順位を上げ銀メダルを獲得した。ピョンチャンオリンピックの団体戦では、 銀メダルを獲得し、個人戦では2大会連続で5位だった。2019年7月8日、パートナーの引退発表により、ボブロワとの競技生活は終わりを迎えた。2010年には妻であるエカテリーナ・ボブノワとの間に、第一子となる男児が誕生した。2012年に離婚。ありがとうございます。